難読漢字、簡単な漢字なのに読めない問題が全部で24問です。では始めましょう。第1問。これ何と読む？正解は開く。妨げとなるものを取り除いて前へ進むことです。第2問。この漢字何と読むでしょう？正解は続く。代々引き継ぐという意味です。第3問。これ何と読むでしょう？正解はたばかる。計略をめぐらして騙す、たぶらかすという意味です。第4問。これ何と読むでしょう？正解は立っての。無理を承知で強く要求、希望する様です。第5問。この漢字何と読む？正解は従って。先行の事柄の当然の結果として後続の事柄が起こることです。第6問。この漢字何と読む？正解は硬い。確実である、信用のおける様です。第7問。これ何と読む？正解は重なる。物の上に物が乗ることです。第8問。これ何と読むでしょう？正解はうっちゃる。そのままにしておく、顧みずに放っておくという意味です。第9問。この漢字何と読む？正解はささやく。口を相手の耳に当てて小声で話すことです。第10問。この漢字何と読むでしょう？正解はうなだれる。悲しさ、恥ずかしさなどから力なく首を前に垂れることです。第11問。これ何と読むでしょう？正解は癒す。疲れや飢え、心の傷などをなくすことです。第12問。これ何と読む？正解はまして。なおさら一層という意味です。
第13問。この漢字、何と読む？正解は、ヤニワニ。その場ですぐ、立ちどころにという意味です。第14問。これ、何と読むでしょう？正解は、引きつる。筋肉が急激に収縮し、こわばることです。第15問。これ、何と読む？正解は、輝く。光り輝く、明るく照らすという意味です。第16問。これ何と読むでしょう？正解は、はかばかしい。仕事や物事の進み具合が順調であることです。第17問。これ何と読む？正解は、干からびる。水分がすっかりなくなる、カサカサに乾ききることです。第18問。この漢字何と読む？正解は、ぬかづく。額を地面につけてかがむことです。第19問。この漢字何と読むでしょう？正解は、にわか。物事が急に起こる様、突然という意味です。第20問。これ何と読むでしょう？正解は、なるべく。できる限り、なるだけという意味です。第21問。この漢字、何と読むでしょう？正解は、怪しい。普通と違う、珍しいという意味です。第22問。これ、何と読むでしょう？正解は、始める。物事を行っていない状態から行う状態にすることです。第23問。これ何と読むでしょう？正解は、せせら笑う。小馬鹿にして冷ややかに笑うことです。第24問、最後の問題です。これ何と読む？正解は、みじログ。体を少し動かす、身動きをするということです。